ベルジー家の紋章、ベルジー家は9世紀のメロビング町、ブルグント王国のベルジー王起源とするフランス最古の貴族の家系の一つ、7世紀まで遡るとも言われている。ベルジー城と堅固な城として知られたベルジー城はベルジーの岩の多い地に建てられた。この地に最初に要塞が建てられたのはローマ時代である。ベルジー城は1609年に破壊され、現在は 遺跡はほとんど残っていない。文献によると、最初のベルジー領主は、オータン主教セレジェの兄弟ゲランドベルジーであるという。ネウストリア救済エブロインは、セレジャが殉教する前の674年に、ゲランを石で殺害した。ベルジーのサンビバン修道院の遺跡最初のベルジー家は9世紀、オーベルニュ博、シャロンお及び、マコン博ゲラン一世に始まったとされる。 第二のベルジー家は、アンリ一世の諸州土とアンリが子祖である。ベルジーのサンサトゥルナン教会、12世紀12世紀、ルイ7世は、ベルジーを王国で最も堅固な要塞と考えていた。この頃に現存する、サンサトゥルナン教会が創建された。1185年、ブルゴーニ公ー,ーグ三世が、ユーグドベルジーに税金を課そうとし、18ヶ月包囲、したが、失敗に終わった。 翌年、フランス王フィリップ二世が包囲を説いた。1199年、アリックス・ド・ベルジーはウード三世と結婚し、ベルジー領およびベルジー城は、ブルゴーニュ公領に統合された。他にニアの分家があった。ベルジー城の城壁の後1477年の、ブルゴーニュ公、シャルルの死後、他のブルゴーニュ領と共に、ベルジー領およびベルジー城は、ルイ十一世により、王領とされた。 王は、ベルジー城をすぐにギオーム四世、ドベルジー王に与えた。1609年、カトリック同盟の参加者であった、マイエンヌ・コーシャルルに従い、アンリ四世は、ベルジー城を完全に破壊した。ベルジー村は、現在は、完全に消滅している。ありがとうございます。